ファイナルファンタジー7は PS4 でもリメイクされたよ。 3D ポリゴンを生かした作品でイメージが一新されたんだ。 3D ポリゴン、初めての試みだったの？そうだね、ファイナルファンタジーシリーズで初めて 3D ポリゴンが使われたんだ。熱狂的なファンが多く、海外でも人気の作品だよ。そんなに人気なんだ。どんなストーリーなの？ストーリーは複雑で、1回のプレイでは理解しきれない人も多いんだ。クラウドが主人公で、彼の過去が徐々に明かされていくんだ。クラウドの過去って気になるね。ミッドガルからの脱出シーンが特に印象的だよ。ミニゲームも充実していて、ストーリーを進めるのを忘れるくらいハマるよ。ミニゲームが多いとつい夢中になっちゃうよね。実際ミニゲームにハマって母親に怒りられたこともあるんだ。 PS3 でのリメイクの噂もあったけど、結局 PS4 で発売されたんだ。 PS4 でリメイクされたんだ。どんな感じになったの？グラフィックが大幅に向上して、よりリアルな感じになったよ。オリジナル版は1997年にプレイステーションで発売されたんだ。1997年か、結構前なんだね。発売3日間で200万本以上売り上げたんだよ。日本での総出荷本数は32、8万本に達したんだ。すごい売り上げだね。ファミコン時代とは違うね。そうだね、 PS4 でのリメイク版も大ヒットしているんだ。リメイク版の開発にはオリジナル版の主要スタッフも関わっているよ。それはファンにとって嬉しいね。戦闘システムも進化していて、マテリアシステムが特徴的だよ。マテリアを使ってキャラクターの能力を自由にカスタマイズできるんだ。マテリア？どんなものなの？マテリアは装備することで魔法や技が使えるようになるアイテムだよ。戦闘で使うコマンドや能力が増えるんだ。それは面白そう。戦略の幅が広がりそうだね。そうなんだ、自分だけのキャラクターを作り上げる楽しさがあるんだ。さらにリミット技という必殺技も使えるんだよ。必殺技？どんな感じ？リミットゲージが溜まると強力な技を繰り出せるんだ。例えばクラウドの超級武人破山なんかがあるよ。すごい名前だね。それは見てみたいな。ゲーム内のムービーも美麗で物語に引き込まれるんだ。ファイナルファンタジー7は今でも根強いファンが多い作品だよ。ゼルダの伝説、神々のトライフォースは謎解き要素が満載のアクション RPG だよ。謎を解いてアイテムを入手し、ボスを倒さないと先に進めないんだ。難しそうだけど、やりがいがありそうだね。難易度は絶妙で、難しすぎず優しすぎない設定が秀逸なんだ。回復系アイテムが豊富で、こまめに補給することがクリアの鍵だよ。アイテムをちゃんと管理することが大事なんだね。そうだね、それさえ守れば致命傷にはならないんだ。世界観としては表と裏の世界が自由に行き来できる中盤以降が特に面白いんだ。表と裏の世界？どういうこと？光の世界と闇の世界があって、2つの世界を行き来しながら冒険するんだ。アクションも進化していて、キャラクターの個性も細かく描かれているよ。キャラクターの個性が描かれていると物語に深みが出るね。それにミニゲームが豊富で、ちょっとしたスパイスになっているんだ。ミニゲームも楽しめるなんて、飽きずにプレイできるね。さらにゲーム内には小ネタが多く潜んでいて、幸せの泉でおみくじができたり、鳥が大量発生したりするよ。それは面白そう。探してみるのも楽しみの一つだね。そうだね、小ネタを見つけるのも一つの楽しみだよ。このゲームは1991年に任天堂から発売されたんだ。1991年か、結構前だね。でも今でも楽しめるんだね。そうなんだ、リメイク版も発売されていて、いろんな機種で楽しめるよ。システムは1作目のゼルダの伝説を踏襲しているんだ。1作目に戻った感じなんだね。
見下ろし型の画面構成や切り替え型のスクロールが特徴だよ。通常の剣の攻撃の他に回転斬りという強力な技も使えるんだ。他にも物を押す、引っ張る、担ぐ、投げるといった動作が可能なんだよ。それはアクションの幅が広がるね。ダンジョン内には高低差があって複数の階層で構成されているんだ。マスターソードやリンなど後のシリーズでもおなじみのアイテムが登場するよ。おなじみのアイテムも初登場なんだね。ストーリーも魅力的でトライフォースをめぐる冒険が描かれているんだ。ハイラル王国の聖地に眠るトライフォースを守るためリンクが立ち上がるんだよ。どんなキャラクターが登場するの？主人公のリンクをはじめゼルダ姫や悪役のアグニム、大魔王ガノンなどが登場するよ。リンクはナイトの一族の末裔で回転斬りを使いこなすんだ。リンクのおじさんも登場するんだね。そうなんだ。おじさんはリンクに剣と盾を託して絶命するんだ。ゼルダ姫はアグニムに囚われているけどテレパシーでリンクに助けを求めるんだ。アグニムってどんなキャラクターなの？アグニムは謎の司祭でハイラル王国を支配しようとするガノンの分身なんだ。リンクはアグニムを倒しゼルダ姫を救い出すために冒険するんだよ。スリリングな展開だね。そうなんだ。闇の世界での冒険も待っているから最後まで飽きずに楽しめるよ。光の世界と闇の世界の地形は類似していて行き来しながら謎を解いていくんだ。2つの世界を行き来するのが楽しそうだね。そうだね。ダンジョンも多彩で挑戦しがいがあるんだ。ゲームを進めるごとに新しいアイテムや技が手に入るからどんどん強くなっていくよ。それは楽しいね。どんなダンジョンがあるの？光の世界にはハイラル城、カカリコ村、ヘラの塔などがあり、闇の世界には闇の神殿、ドクロの森、ガノンの塔があるんだ。それぞれのダンジョンに特徴があるんだね。そうなんだ。ダンジョン元に異なる仕掛けや敵が待ち構えているから毎回新鮮な気持ちでプレイできるよ。ダンジョンの中では謎解きや戦闘が融合していてプレイヤーの腕が試されるんだ。それは挑戦しがいがあるね。確かに。特にボス戦は緊張感があって攻略するのが楽しいよ。このゲームは今でも高評価を受けていてリメイク版や移植版も人気なんだ。それはすごいね。今からでも楽しめるんだね。そうだよ。ぜひ一度プレイしてみてゼルダの世界に没入してみてほしいな。ペルソナに×ワートラスの超人気シリーズ、ペルソナシリーズの3作目なんだ。女神転生の外伝として出たペルソナシリーズの一環だよ。ちなみに2作目は罪だよね。タイトルが似ていて間違えそう。そうなんだ。罪と×地面が本当に似ているよね。今作の難易度は全体的に高めで、特に序盤がかなり厳しいんだ。ボスが異様に強いって聞いたことがあるけど、本当？本当に強いよ。後半に差し掛かるあたりでようやく息をつける感じだね。前作が比較的マイルドだったため、余計に厳しさを感じるかもしれないね。前作との違いは他に何かあるの？今作では前作で登場していながらも深く関わらなかったキャラたちが仲間になるんだ。前作では知ることのなかったサブキャラの背景がきっちりと描かれているよ。それは興味深いね。前作と続けてプレイする方が楽しめるかも。そうだね。前作と続けてプレイすると各キャラのことがよくわかって、より一層面白いと思うよ。今作のキャラたちは大人が多いんだけど、ちょっと不器用な印象を受けるんだ。その不器用な大人たちがどう活躍するのか楽しみだな。そんな大人たちが前作の主人公であるスオオタツヤを引っ張っていく姿がとても印象的で、かっこいいんだよ。どんなストーリーなの？たま、市内で噂が現実化する不可思議な現象が起こっているんだ。主人公の天野舞は、取材中に殺人事件に遭遇し、怪人、チョーカー、カライノチを狙われることになるんだ。それは怖いね。どんなキャラたちが舞を助けるの？親友の芹沢うらら、デカのスオオカツヤ、盗聴バスターのパオフーが共にジョーカーの行方を追うんだ。キャラたちがどうやって協力するのか楽しみだな。システムは前作の罪を継承しているけど、より発展させた形になっているんだ。
悪魔との交渉や噂システムも進化していて、ゲーム中盤のシナリオや加入メンバーが変化するよ。ランダム性があるんだね。2周目以降も楽しめる要素が多そう。そうなんだ。2周目以降しか発生しない変異ペルソナもあって、周回要素が充実しているよ。また特定の条件をクリアするとエクストラダンジョンもプレイできるんだ。エクストラダンジョン？それは挑戦しがいがありそう。今作では前作、積み、からのセーブデータを継承できるんだ。データを継承するとイベントの追加や前作の主人公の名前が変更されるなど、様々な変化が起こるよ。前作のデータが引き継がれるとより深く楽しめるんだね。そうだね。前作のキャラたちの関係性がさらに深まる感じがするよ。ちなみにペルソナにバツは PSP でもリメイク版が出ていて、グラフィックや操作性が向上しているんだ。今からでも楽しめるんだね。ぜひプレイしてみて、ペルソナにの深い世界に浸ってほしいな。ドラゴンクエストモンスターズ 1.2 はドラクエのモンスターを育成する RPG だよ。もともとはゲームボーイで発売されたけど、今作はプレイステーション用に移植されたんだ。プレイステーション版はグラフィックも強化されているんだね。そうなんだ。ゲームボーイ版ではケーブル通信で対戦していたけど、今作ではメモリーカードで対戦できるよ。知り合いがこのゲームに超ハマっていたって聞いたけど、それだけ面白いってことだね。一生このゲームだけやるって言ってたくらいだよ。でも1年後には違うゲームをやってたけどね。それでもそこまでハマれるゲームなんだからすごいね。そうだね。当時ポケモンもハマったけど、ドラクエモンスターズも相当ハマったよ。最近このシリーズ見かけないけど、スイッチで出てもおかしくないよね。そうだね。なんでだろうね。今作はテリーのワンダーランドとマルタの不思議な鍵が一本のソフトに収録されているんだ。二つのゲームが一つになってるのはお得感があるね。さらにグラフィック面の強化やシステムの一部変更もされているんだ。 TS 版では通信ケーブルの代わりにメモリーカードで対戦が可能なんだよ。自分のモンスター同士で対戦できるのも面白そうだね。そうなんだ。コマンド入力が制限時間付きで、対戦がよりスリリングになっているよ。さらに携帯電話版との連携機能もあって、モンスターを携帯版に移したり、その逆もできるんだ。携帯電話との連携もできるなんて便利だね。そうなんだ。携帯版との連携機能を利用しないと手に入らない隠しモンスターもいるんだよ。隠しモンスターがいるなんて集めるのが楽しくなりそう。他にもゲームボーイ版との相違点がいくつかあって、特別な部屋やエンディング後の鍵が登場しないんだ。さらに TS 版では新たな配合パターンや隠しモンスターソーマズデビルが追加されているよ。新しい要素がたくさん追加されているんだね。そうなんだ。城や中ボス戦、最終ボス戦のシーンには新たな BGM も追加されているんだ。音楽も新しくなっているのはいいね。そうだね。新しい要素やシステムの変更でゲームがさらに楽しめるようになっているんだよ。ドラクエモンスターズシリーズは育成や配合が楽しくて、一度始めたらやめられなくなる魅力があるんだ。それを聞いてると私もやってみたくなってきたよ。ぜひプレイしてみて、きっとドラクエモンスターズの世界に夢中になるよ。幻想水湖電通の時代設定は前作の2年後なんだ。前作のゲームデータを引き継げるから、前作をやり込んだ人は初期値が高くなるよ。キャラレベルや武器レベルが高くなるのは嬉しいね。そうなんだ。キャラ愛をそのまま引き継げるいいシステムだよ。今作のストーリーはハイランド王国が舞台で、主人公と親友の上位の物語が中心だよ。二人の物語ってどんな感じなの？二人は王国を良くしようとするけど、いろいろあって戦うことになってしまうんだ。お互いの思いは同じなのに、立場が違って戦うことになるストーリーは本当にモヤモヤするよ。それは辛いね。でも深い物語が感じられる。今作は地匠や軍師キャラが敵味方ともに多く登場して、戦略的な攻防戦がシナリオを盛り上げるんだ。戦略的な攻防戦って具体的にはどんな感じ？メイン軍師の下で育つ若手の軍師たちが活躍する姿がとても印象的だよ。
才能ある若手分子の成長は育成心をくすぐられるんだ。育成心をくすぐるってやりがいがありそうだね。このゲームシリーズの人間ドラマは本当に熱いんだ。だからこのシリーズが大好きなんだよ。それを聞くと私もプレイしてみたくなるよ。ぜひプレイしてみて、きっと幻想水湖伝の世界に引き込まれるよ。このゲーム、前作とデータ引き継ぎができるから前作のキャラも登場するんだ。前作のキャラも？それは嬉しいね。そうなんだ。前作でレベルや武器レベルが一定以上ならボーナスが加算されるよ。さらに一部のイベントでは会話内容も変わるんだ。それは細かいところまで作り込まれているね。そうだね。さらに前作の主人公も登場するイベントが追加されているよ。エンディングも複数あって、選択によって結末が変わるんだ。エンディングが複数あるのはリプレイ性が高いね。うん。例えば上位を倒して新国家のリーダーになるエンディングや、上位と共に旅に出るエンディングがあるよ。それぞれの選択が物語に大きな影響を与えるんだね。そうなんだ。このゲームはプレイヤーの選択が物語に深く関わるんだ。このシリーズの評価は非常に高く、多くのキャラクターの心理描写が丁寧に描かれているんだ。キャラの心理描写が丁寧だと感情移入しやすいよね。そうだね。ストーリーは長く、やり込み要素も多いからプレイヤーを飽きさせないよ。またミディのグラフィックを採用したことで待たされる時間が短縮されているんだ。それはプレイしやすいね。このシリーズの世界観やキャラクターの魅力に引き込まれること間違いなしだよ。それを聞くとますますプレイしたくなってきたよ。ぜひプレイしてみて、きっと幻想水湖伝の魅力にはまるよ。ドラゴンクエスト5天空の花嫁は初めてスーファミで発売されたドラゴンクエストだよ。1992年にエニックスから発売されたんだ。それってスーファミの初期の頃だね。どんな新しい要素があったの？最大の特徴は倒したモンスターが仲間になることだよ。鳥山明先生のデザインしたモンスターが仲間になるのはすごく嬉しいね。これまでは敵として戦っていたモンスターが本作では仲間として共に戦ってくれるんだ。それは面白そう。どんなモンスターが仲間になるの？スライムやゴーレム、トラキーなどシリーズおなじみのモンスターが仲間になるんだよ。各モンスターにはレベルがあり、成長していくのが楽しいんだ。仲間モンスターが成長するんだね。それは感情移入しやすいね。そうなんだ。モンスターが強くなると自分の育てた仲間が活躍するのが嬉しいよ。他にも結婚や親子三代にわたるストーリーが特徴的だよ。結婚？ゲームの中で結婚できるの？そうなんだ。主人公は物語の途中で結婚相手を選ぶイベントがあるんだ。ビアンカかフローラのどちらかを選ぶことができるんだよ。それは迷いそうだね。どっちを選ぶかでストーリーも変わるの？そうだね。選んだ相手によって子供たちの能力やイベントが少し変わるんだ。親子三代にわたる物語が展開されて、父と息子の絆、妻との出会い、子供たちの成長が描かれているよ。それは感動的なストーリーだね。確かに、ゲームをプレイしていると、まるで自分の人生をもう一つ体験しているような気分になるんだ。ドラクエシリーズは毎回新しい挑戦をしているけど、今回は特に大胆な試みが多かったよ。具体的にはどんな新しい要素があったの？例えばストーリーが章立てではなく、長い年月が経過する大きな場面転換があるんだ。主人公の幼年時代、青年時代前半、青年時代後半の3つの時代に分かれているんだよ。時代が進むごとに主人公も成長していくんだね。そうなんだ。幼年時代では子供として父親と冒険し、青年時代前半では結婚し妻と共に冒険する。
そして青年時代後半では父親として子供たちと共に冒険するんだ。家族の絆が深まるストーリーなんだね。そうだね。父と息子の絆、妻との出会い、子供たちの成長など人生をダイレクトに経験できるよ。またグラフィックや音楽も大幅に進化しているんだ。スーファミならではの進化だね。どんな感じになってるの？グラフィックは細かく描き込まれていて、音楽も高品質だよ。特にイベントシーンでは自動進行する会話が増えていて臨場感があるんだ。それはすごいね。ゲームの世界に引き込まれそう。さらにクリア後には隠しダンジョンや隠しボスも登場するんだ。やり込み要素がたくさんあるんだね。そうなんだ。隠し要素を全部見つけるのは一筋縄ではいかないよ。ゲームシステムも改良されていて操作性が向上しているんだ。具体的にはどんな改良があったの？例えば便利ボタン機能が追加されて、会話や扉開け、調査がボタン一つでできるようになったんだ。またアイテム購入時には装備可能な武器や防具を購入と同時に装備できるようになっている。それは便利だね。スムーズに進められる。さらに移動中の作戦コマンドで呪文を自動的に連続使用して全員の HP を完全回復する満タンも追加されたんだ。移動中にいちいち呪文を使わなくても済むのは楽だね。その通り。プレイが快適になる改良がたくさんあるんだよ。そして毒や呪いに関する仕様も変更されていて、移動中に HP が1未満にはならなくなったんだ。それはプレイヤーに優しいね。猛毒も新たに追加されていて、戦闘中もターン元に HP が減るんだ。呪われた装備品も自由に取り外しができるようになっているよ。それは便利だね。呪いのアイテムも怖くなくなる。そうだね。またステータス異常としての呪いも新たに追加されていて、戦闘中や移動中に影響が出るんだ。他にも昼と夜の時間の移り変わりがあって、町の住人の生活が変化するんだ。昼と夜があると同じ場所でも違う雰囲気が楽しめるね。その通り。乗り物も多彩で、船や魔法の絨毯、天空城、マスタードラゴンなどが登場するよ。いろんな乗り物で冒険は楽しめるんだね。それぞれの乗り物には特徴があって、移動の幅が広がるんだ。そして今作でも馬車システムが継承されていて、仲間を自由にパーティーに加えたり外したりできるんだ。それは便利だね。状況に応じて最適なパーティーを編成できる。そうなんだ。馬車の中でもアイテムや呪文が使えるから、戦略の幅が広がるよ。仲間モンスターシステムも大きな特徴で、戦闘後に特定のモンスターが仲間になることがあるんだ。仲間モンスターが増えると楽しくなるね。そうだね。仲間モンスターも成長するから育てる楽しさがあるんだ。プレイヤーキャラクターも個性豊かで、ストーリーに深みを与えているんだ。それは魅力的だね。どんなキャラクターが登場するの？主人公やその家族、仲間モンスターたちがそれぞれ個性を持っていて、物語を盛り上げてくれるよ。特に主人公の成長や家族との絆が描かれていて、感動的なシーンがたくさんあるんだ。家族の絆がテーマになっているんだね。そうなんだ。ドラクエ5は本当に名作だから、ぜひ一度プレイしてみてほしいよ。当時、僕も発売日に買って、朝までやめられなかったんだ。その時、早朝に筋肉マンの再放送を見ていたのを今でも覚えているよ。ゲームもアニメも楽しんでたんだね。そうそう、どちらも本当に面白かったな。ドラクエ5は本当に特別な思い出がたくさん詰まったゲームだよ。天外魔境2、マンジマルは、欧米から見た間違った日本をイメージした和風 RPG だよ。火の一族の末裔が主人公で、根の一族との戦いが描かれているんだ。根の一族も登場するんだね。戦いの歴史がここから始まるってこと？そうだね。この設定が後の作品にも引き継がれているんだ。主人公は戦国万事丸、そして歌舞伎団十郎も登場するよ。歌舞伎団十郎？なんだか派手そうな名前だね。彼は自称ジパング一の伊達男、かなりの目立ちたがり屋なんだ。システムはオーソドックスな RPG だけど、 CD、ROM の容量を生かして美麗な BGM や声優のボイスがある。
当時としてはすごい技術だね。それにしても CD、ロムって懐かしいな。30分に一度は大きなイベントが発生するって宣伝されていたんだ。イベントが盛りだくさんで、つい、もうちょっと、ってなっちゃうよ。ゲームやってたら朝になってた、ってやつだね。そうそう、やめ時が見つからないんだ。1992年に PC エンジンスーパー、CD、ロムに用として発売されたんだ。1992年か、私まだ生まれてない頃だね。その後、任天堂 DS や PSP にも移植、リメイクされているよ。開発にはハドソン、レッドカンパニー、アルファシステムが関わっているんだ。そうなんだ。結構大きなプロジェクトだったんだね。音楽は久石譲さんと福田博彦さんが担当しているよ。キャラクターデザインは天木秀幸さんが手掛けているんだ。それは豪華だね。PC エンジン版はファミ通のクロスレビュー、デゴールド電脳を獲得しているんだ。世界観は、火の一族と、根の一族の対立が描かれているよ。どっちも強そうだけど、戦いの歴史があるんだね。暗黒蘭という巨大な花も登場するよ。根の一族が使うんだ。火の一族は聖剣を使って暗黒蘭を封印するんだ。なるほど、それで封印を解く物語が始まるんだね。その通り、主人公の万事丸は火の一族の末裔で、暗黒蘭を封印するために旅に出るんだ。仲間には歌舞伎団十郎、極楽太郎、絹などがいるよ。絹って名前のキャラクターもいるんだ。彼女は鬼族の父と火の一族の母を持つ発光の少女なんだ。ストーリーは壮大で、イベントがたくさん詰まっているよ。それはプレイしがいがあるね。確かに、遊び始めると止まらなくなる魅力があるんだ。ぜひ一度プレイしてみてほしいゲームだよ。一人なんかじゃない。俺たちは仲間なんだ。君を背負って悲しみや苦しみも全部まとめて今日から俺が背負ってやら。どんな時になって一緒に歩いてやる。だからついてこい。キヌ、俺についてくるんだ。キヌ、運命なんて自分の力でいくらでも変えられるんだ。キヌ、運命なんてな、運命なんてな、クソくらいだ。ごめんなさい、私がわがままでした。みんなの気持ちも考えずに自分勝手で。こんな私でもあなたのお役に立てるのだったら、生きて生きて生き抜いてみます。それは続けます。一人で強くなる。そして戦いを諦めます。全ての夢を叶えるまで。俺は続ける。俺は強くなる。沈むかもしれないが、俺は諦めない。